扇風機とはさようならと。コープスパーティーの実況を始めたいと思います。あれ、コントローラーがこっちに。うおっ、でっか、音でっか。ちょっとサウンド、ちょっと待ってになってんじゃん。なんでな、音普通じゃん。なんで、まあいいやすいません、ごたごたしちゃいましたけど、この8月に PSP で今週任されるコープスパーティーの原作を、まあ、シナリオとかキャラクターとか随分変わってるんで、ネタバレにはならないんじゃないかなと思うんですけど、はい。まあ、こっちを、原作をプレイして、新しいやつも、もっと楽しめるようになればいいかなと。ゲーム業界に貢献しようというね、この、偉いね。褒めてくれ。まだ始まらんのか。言うことなくなったわ、用意してたこと。始まった。ギャン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 。この祁答院誠さんっていう人が、まあ、リメイクにも多分関わってる人ですね。シナリオとか、みんなやった人。はい。うん。わかりました。ギャンギャン。何の音だよ、ギョンギョンギョン。雨はわかるけど。ねえ、知ってる前にこの学校で。そう、立て直される前のこの学校で。読まない方がいいかな。女の子が3階の渡り廊下の上から転落して頭が割れて亡くなったんだって。暗っ。まあね、グラフィックはね、結構前のゲームなんで。それでね、その後、その子その後どうなったと思う？まあ、スクールの最初期のめちゃめちゃ有名なゲームだよね、コープスパーティー。頭が割れて死んだと思ったら、いきなりむくっと起き上がって、もっともっとってケタケタ笑いながら校舎の中に消えていったんだって。ド M か？それでどうなったんだよ。黒い。中身ってお前そんな感じを込めて言わんでもいいですか、はい。まあ全部取ってからやろうと思ってるんで、要望にはあまり答えられないですね。ちょうどこんな雨の日の放課後だったわ。鳥肌立った。誰今の。冗談はやめてよ、あなたでしょ。ん、どういうこと。え、あ、私じゃない。どういうこと？おい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 。うわー。なんだ、誰だ今の。ごめん、俺。お前かよ。すげえ音がしたか。臆病ね、物が倒れて。何が倒れたんだよ。あんな大きい音で物倒れたら、そりゃびっくりするわ。何が倒れたんだよ。倒れてねえよ、何も。だいたいこんな階段なんかしてしまうの、学祭は明日のね。うん。作業の続きに語ろう。そういう二人が一番怖がってたみたいね、クスクス。ひぃ。うっさいな、さあ、続き。じゃあ、あんたちと篠崎さんとで飾りどんどん作るから。これが、サトシって読みます。サトシたちは机を全部後ろに下げて。ヘイヘイ、下げるぜ、ヘイ。たく、他の連中は何してんだよ。なんで俺たちだけ残って学園祭の準備なんかしなきゃいけない。こんなもんだろ、世の中ってな。このキャラがいいんだよね。いいキャラなんだよね。よしき。クラスイン。やってらんねえよな。頑張って終わらせよう。停電。これ。さっきの暗闇の方が深いだろう。ろうそくをつけてたにもかかわらず、さっきのろうそくの、さっきの方が暗かったじゃん。大したことないだろ、この暗闇は。え、雨漏り。これはノックだね。誰か開けてきたよ。あの、ずいぶん前にね、
プレイしたことあるんですよ。太古の昔だけども。俺がちょっと飛ばしちゃった、ごめん。頼む、任せた。こすいな、畜生。あ、動けるな、よし。俺に構わず行ってくれ。死ぬ気か、お前。そこに敵はいないわ。たくこんな時だけ。お願い。じゃあ行くか。突撃。隣の晩ご飯、入りまーす。でーでーん。お兄ちゃん、あれ、ゆか、お前なんでこんなところに。お兄ちゃんがあんまり遅いからゆか迎えに来たんだよ。それに傘持ってなかったでしょ、ほら。そうか、すまん、ありがとう。このね、ゆかのね、グラフィックがね、何回かね、リメイクされてるんだけど、このりゆかが一番可愛いと思うわ。やったー、それが目当てだったんだもん。その子、中等部なのこれ。小学校低学年じゃない？こんにちは、お兄ちゃんがいつもお世話になってます。かわいい！かわいいっす。サトシにこんなかわいい妹がいたなんて初耳だわ。このロリコンにこびたキャラクター構成。俺はロリコンじゃないからな。あんたって本当に階段が好きね。8時。先生に怒られないか、これ。こういうの楽しいよな、でもな。学祭の準備みたいな。何やってんの、何もないところに向かって、お前たちは。虚空に向かって。ボスケて。あ。また停電。今変な声しなかった。あんたまた脅かそうとして。違うの、本当に聞こえたんだってば。いや、何も聞こえないけど。何の、いや、聞こえないんですけど、俺には。オルガン、音楽室の方から聞こえるな。こんな時間に誰がこんな音を出しているんだ。やだお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 よ、俺、略してやだお。篠崎の言ってた頭の割れた女は、こいつダメだな。早くなんとかしないと。でも、気になるじゃない、行こうよ。やだお。じゃあ一人で見てくりゃいいだろ。一人じゃ怖いから。もういい。死ぬぞ、一人で行くと。俺ちょっと見てくるわ。やばい。みんな一緒にいた方がいいよ、持田くんも行こう。いえ、3対2だったんだから。お前は残れよ。お前のせいで俺たちが、マイノリティに。行こう。行かないと死ぬ。やっぱり音楽室の方から聞こえてくる。気持ち悪いなぁ。行ってみるか。おい、おい、おい、ね、音でけえよ。キャーなんだ。うわ、うん。あー、お兄ちゃん。ポケモン効果。サトシだけに。おお。う。いてて。ちょっと俺テンション高すぎないか。ゆかなおみ、キシヌマが返事して。暗いよ。お、そうそう、こんなとこだったな。なんだこの机。机より先にその隣の穴が危ないと思うんだが。よお、パッと出てきたな。ナオミじゃないか。こっちに。もう廊下広すぎんだろ。なんだこの廊下。トラック競技でもやり始め、追っ始める気か。あれ、読めない。コントロールキーを押すと、
このイベントの配置が。これなんかあるだろ、これ。いかんだろう、ちょっと。そういうことしちゃう。おい、しっかりしろ、おい。しっかりしろ、おい。あれ？これは？さあ、何が何だかさっぱりわかんねえ。何これ？あら、やだ。ここどこ？お、床が。床じゃないかもしれん。ガブ。噛まれた、みたいな。ヒックヒック。泣いとる。もう大丈夫だぜ。よく泣くの、泣いてたって。よく泣くの、泣いてるじゃん。グラフィック。うん、平気だよ。いた！サトシ、中島、お前ら大丈夫かよ。あ、こっちは三人とも大丈夫だ。よかった。全員無事だった。こっちの方がちょっと。お前もか。これだから。これだから女は、まったく。やはり、ヨシキと結ばれるべき立場にある俺。ダメだわ。その窓の外は真っ暗で何も見えないし、窓も全然開かない。何なんだよ、畜生。そうだよか、壁に貼ってる張り紙には何か。お前たちを殺す。ででーん、みたいな。新聞紙貼って、なんて書いてあった？昭和2年9月24日。ガーン。私たちどこにいるの？こんなのやだ、誰か助けて。お、年下に慰められてますよ。とにかくここから出ましょう。外に出ればきっと家にも帰る。保証あんのかよ。おい、こんな時にネガティブになってはいかんぞ、君。うん、よし。どうするの？この学校の中を片っ端から調べていくんだよ。窓とか扉でも開けばそっから出られるかもしれない。ない。まあ出られないんだけどね。そんな簡単に出られるわけないけどね。二手に分かれたわ。こいつのせいで二手に分かれることに。あ、ごめん、ちょっと飛ばしちゃった。方向キーでもね、ちょっと、文章が飛ぶんでね。飛ばしちゃったらごめんなさいね、重要なの。怖い話大好きだったんじゃないの？しっかりしてよ。怖い話は好きだけど、怖い目に遭うのは嫌いなの。2.5 人と 2.5 人にしようぜ。ヨシキの体を2つに裂いて。キャラクターの紹介見ますか？はい、見ます。ヨシキの頭と、ヨシキの。これ俺かよ。なんで俺こんな目玉になっちゃったの？テラゾーは目玉です。持田さとし、キサラギ学園の高等部2年生、臆病で小心者だが妹思いの優しい兄。ここぞという時に頑張りの効く少年である、事実上本編の主人公、ナオミには頭がならぬ。お、なんか左右が光った。中島直美、サトシとは中等部からの縁。どういうわけか中1の時から今までずっと同じクラスになっていた。もううんざりなどと言いながらお互い少し相手のことが気になって。別にそういうエピソードは出てなかったじゃないか。なんでここでネタバレしたんだ。サトシの妹、持田優香。キサラギ学園中等部の中学2年生。兄のサトシに傘を届けに来たために一緒に巻き込まれることになってしまった甘えたで、未だに子供気分が抜けきれていないようである。はいはい。篠崎あゆみ、サトシたちのクラスの委員長。委員長なのか。人を怖がらせるのが好きで、しょっちゅう怪談話を持ってくる。カバンの中には常に怪談用のろうそくが入っているとの噂も。しかし実はこれは怖がりな自分を隠すためのコンプレックスによる行為であるようだ。なるほど、萌え要素が。委員長なのにメガネをかけてないと。メガネ萌えを切り捨てた。メガネ好きを切り捨てた、この英断が。どうでもいい。岸沼よしき、少しひねくれた性格でよく皮肉を言ったりするが、その事実中身は自分に素直な正直者である。くじ引きで押し付けられたらクラス委員だが、さすがに学園祭は明日に控えて、仕方なくサトシたちに付き合っていたよ。なるほどね。これは一人一人いいキャラなのよ。あれ？ここじゃない。こっちか。おう。キャラクター紹介を終了します。はい。さあどうする？お兄ちゃんと一緒がいい。この妹、この妹は全く。じゃあ中島さとしたちで行けよ。俺は篠崎が心配だからついててやる。
なんだこいつ。この木に乗じてカップルを作ろうという。いいけど、じゃあサトシよろしくね。ああ、こっちこそ、そっちこそって言っちゃった。それじゃあ行くか。私たちは二人だけなの、大丈夫なの？心配するな。あれ、かっこいいな。ヨシキこんなキャラじゃなかったような気がするんだけどな。あのね、なんかね、ヨシキはね、あのリメイクされた作品だとね、金髪でチャラ男みたいな感じになっててね、許せないんだよね俺ね。無茶するなよ、大事な子を二人も連れているんだから。あれ、こんなかっこいいキャラだったっけこいつ。なんかね、金髪になってるんだよね。俺はこのポップみたいなキャラクターが好きだったのに。ちょっと俺のイメージの中で勝手にポップにしてるだけかもしれない。持田くん、遠回りして言ったセリフがそれだけかよ。なんかないか。酸化して黄色くなった本がぎっしり並んでいます。あ、見えんかった。埃だらけです。蜘蛛の巣がそこら中に張っていて、ひどいありさまです。何もない。なんかない。あ、あれあれあれを、この板をね持っていくんだよな。お、結構覚えてるな。もうかなり昔だけどね、相当名作だった記憶がある、このゲーム。よし。 お兄ちゃん、これん、なんだ。ユカのお守り持ってて、お兄ちゃんにあげる。え、いいよ、そんな大事なものだったらお前が持っとけ。ユカ泣いてんのか。かわいい。かわいいとか言うとロリコンだと思われる。心配だもん。ロリコンじゃないよ俺。よし、もらっといた。俺ロリコンじゃないよ。ロリコンじゃない、俺はロリコンじゃないよ。すまん、聞いてなかった。よしよし、頑張って。お、なんだなんだ。おい、なんだなんだ。おいおい。よしよし、入るか。ここはなんかあったっけ。なに。戻るなよ。え、ちょっと場所が違くない？さっき暗くない？なんもねえのかよ。なんなんだよそれ。古びたバケツには黄色い液体が溜まっています。なんだ、アクエリアスビタミンガードか。俺が最近よく飲んでる。なんもないな。長い髪の毛がいっぱい絡まって落ちています。ひー、13月54日、意味わからん。開かずの教室、扉には錠前がかけられており、開けることができません。うう、怖い。う、突撃、突撃隣。え、なんで俺が消えたの。セーブしようぜ。終了した。